はーい、時刻は AM でも PM でもない時間を回りました。彼岸ラジオです。前にお伝えしていた第一区画のショート時刻ですが、この度またまた優秀なリスナーさんによって西方面の浄化が完了しました。おめえステッカーやる。もうつつりちゃん簡潔すぎ。彼氏だったら別れてるよ。え、みどり彼氏いないだろ。はーい、ちょっと放送止めてね。これって今私たちじゃないよね。他にもニシン一帯の子たちがいるってことか。今までは電波塔に近づいた時しか放送聞けなかったし、知らなかった。ぼんやりしてる暇はないね。早く次の少女地獄に行こう。あ、走るのつらいなら私が体になるけど。ダメ、チュケーチ。とかねえけどな。もうつつりちゃんったら、ここは乗ってくれないと。いいから、ちゃっちゃとお便り読んでくぞ。ごめんね、せっかく完成したのに。約束してたのに汚してごめんね。これだけか。今回もシンプルだな。そうね、リスナーさんに伝えるべきはこの少女の境遇たちだ。ああ、なるほどな。この少女地獄の主もう死んでんだろ。言うこと言えず、その通り。王者が生まれる条件は絶望から湧き出る毒が引き金となりますが、死から湧き出た毒で生まれた王者はより強い亡念をまとっているんです。要するに生きてる亡者よりパワフルってことな。まあ大抵の少女地獄は毒沼消しちまえば解決方法が見つかるだろうし、あんま深く考えずに突撃していいんじゃね。さすがつくりちゃん、すんごく他人事。まあな、褒めてないけど。まあいっか。それではレッツアビ教官。死んじゃったこの少女地獄か。ちょっと厄介そうだね。お便りでは汚したとか約束とか気になることも言ってたけど、まあ毒沼を掃除すればなんとかなるみたいだし、パパッと済ませ。何、死んだ子に対して冷たく見える？だってここあの世だし、そんな話は今更って感じだし。先に伝えとくけど、私はそういう愛とか情とかほかほか話は興味ないから。というわけでおしゃべりもあとね。毒沼掃除に行くよ。よーく狙って。来てる来てる。
なもんでしょう。この少女地獄の主の記憶？あ、違うか。死んじゃってたらこのニュースは聞けないもんね。ということは地獄に引き寄せられた別の子の記憶かな。そうそう、前もちょこっと話したよね。この思念体って少女地獄の主に引きずり込まれた別の子の魂や記憶も見れることがあるんだ。この別の子っていうのは主の知り合いだったり主の妄念と似た感覚を持ってる人ね。多分話の内容で大体わかると思うけど、この思念体は少女地獄の主まほろちゃんの知り合いの記憶じゃないかな。やる気じゃん。やった、私の出番。待ってました。今ならいけるんじゃない。そんな、どうしよう。お仕置きしちゃう？そろそろ毒の補充しなきゃ。これは主の記憶だね。大人になるまで生きられない。なんかまほろちゃんといい友達もハードな境遇。お仕置きしちゃう？もうそろそろ打てなくなっちゃうみたいだけど、ま、これくらいはね。アイテムゲット！ま、こんなもんでしょう。と一緒にずっと夢を目指してたんだ。何？別に何とも思ってないですけど。今ならいけるんじゃない？
お宝だ。やった、私の出番。おっと、やる気じゃん。補充しなきゃ。あたし登場。王者にはその猛念に合わせて書く弱点みたいなものを持ってるやつがいるの。出っ張っててなんか目立ってるでしょ。多分そこだよ。それを壊すと動きが止まったりするから狙ってみたらいいんじゃない。うん、お土産にしよっか。やっぱ時間足りない。今ならいけるんじゃない？あ、ここで玉切れ。あたし登場。あ、ここで玉切れ。アイテムゲット。これってさっきの記憶で言ってた絵本かな。絵本ね。こういう子供っぽいのあんまりそそられないんだけど。何なのに？女の子が二人で旅に出て宝物を見つける話か。ほんとベタベタ。展開とか読めちゃう。
ょっと触んないで。これはそのちょっとした雨漏りというか雨季というかそういう天候変動によるあれだし、だからほっといて。アイテムゲット。お仕置きしちゃう。来てる来てる。そろそろ毒の補充しなきゃ。仕方ないな。予想外でびっくりしちゃったけど、今度は驚かない。見つけたわ、この泥棒猫。うわ、嘘、聖者。うん、もしかして。それ以上お嬢に近づくのはやめていただきましょう。やっぱり毒娘。この子たち、放送で言ってたもう一組の二神一体の子だよね。ねえ、ステッカー集めてるのって君たちでしょ。なんで無視すんの。泥棒猫が話してんのに。待って、泥棒猫って何。失礼、一度行ってみたかったものだから。いけません、お嬢、そのようなしもじもと関わっては。モテる者こそ持たざる者に敬意を払わなければ。その思想こそが青き血、貴族の足並み。そうでしょ。お嬢、なんとご立派な。それと
足並みではなくたしなみでございます。そうとも言う。いや、そうとしか言わないし。って、ちょっと。体育をそのような野獣に。ほんとそれ、女の子がはしたな。はあ、今野獣って言った？これ私の体なんですけど。いいから早くそのスケベな子離してよ。スケ、なんと優にこと書いてお嬢をハレンチオバーリとは。お嬢、どうか私に受肉の許可を。この者どもを毒に染めてみせましょう。受けて立ってあげる。君、私に体を。ふふ、そらさぬ瞳、堂々とした振る舞い、相手を受け入れる度量。あなたをこの私の好敵手と認めてあげる。何をおっしゃるのです。お互い正々堂々と行きましょう。第一区画の少女地獄は残り少ないわ。行くわよ、シロ。お待ちください、お嬢。あら、今回は私たちではないわ。そちらのスモールな女性とほかほかの戦車に与えなさい。言い方な、なんなのあの子たち。すっごい変な子。勝手にライバル宣言してきてドン引き。ねえねえ、あの女の子に触られてどうだった？ドキドキした？あんな風に誰かに触られたことってある？君って